こんばんは、みなとんです。さて、今回は、クラフトメーション101というゲームを遊ぼうかと思うんですけど、こちらはですね、アーリーアクセスになってまして、デモ版も出てるっていう感じなんで、面白そうだなと思ったらぜひとも遊んでみてください。でですね、どんなゲームかなんですけど、あ、音楽終わっちゃったな。どんなゲームかなんですけど、なんかね、基本的に資源を集めていろんなアイテムを作っていくっていう、なんだろうね、工場ゲームなのかと思いきや、なんか、その、掘削機とかがないっぽい。いや、今後出てくんのかもしれないんですけど、ちょっと触った感じだと、見当たらなかった。掘削も炉もない。組み立て機もない。じゃあ、どうすんのかって言ったら、基本手作業と、あとこの画面に映っているロボットたち。ロボットたちに指令を出して、で、やってもらう。そこで自動化するっていうのが、まあ、主なゲーム内容になっているっぽいです。なわけなんで、じゃあチュートリアルを早速やりたいとこですね。いきますよ。ほい。さあ、宇宙船着陸。で、まずこの採掘。真ん中の上にこの次何やるかのタスクが出るっぽいです。で、ここに名前がヘーザフトッチョ。なんかね、埋まってるんですよ、ロボットが。ウォーザ懸命。懸命。これの、まあ、いろいろあるんだけど、陽キャがいる。ローターなんか、組み立て機とかやっぱあんのかな？ミムザ冷静。はい。そんな感じですね。やっていくのが、まず、これをクリックすると石出てきます。はい。出てきた。もう一回、出す。タスクが終わった。で、ドラッグしてやると、まずこれ火花になるっぽいんだよね。石と石でドラッグで掴むと火花になる。火花。で、次がこの石炭を採掘。出てきた。で、火花と、この火、石炭をくっつけると炎になる。炎。できた。さあ、火をドラッグしてロケットを解凍する。これがまだね、凍ってて何もできないんですよ。これで凍る。すると、出てきた。なんか出てきた。これがね、焚き火ですね。この箱に入ったのが焚き火。凍ったタイルの横に置いて解凍する。ドラッグする。で、これに火を入れないといけない。火を作るには、火打ち石と石炭だったよね。これ結構ね、レシピ忘れるんだよね。焚き火を火で点火して凍った、なんの源を開標する。土行きたいのか。土行きたいから、まず、石が2個。で、火花にする。これなんだ。これも両方石炭か。あ、これ5個しかないの？すぐなくなるね。こっち3000個あるんだけど、この石も3000個だ。はい。で、これとこれをくっつけると火花になります。あ、違う違う、火になります。で、これで点火。すると、溶ける。面白いね。で、なんか出てきて、はい。ヘッド。ボディ。ヘッドとボディを組み合わせてクラフトメイトを作る。これで、クラフトメイト。できた。で、こいつに、まず石を取る。あ、燃料か。燃料は石と石炭で、石炭レンガになる。どうもこれを食わせると、石炭レンガ食わせると動くみたい。あ、火が消えちゃったよ。で、こう火が消えると、自分の領土が狭くなっていくのね。だからここに火を永遠と入れ続けるロボットとかを設定しないといけないってことよね。一体じゃ全然足んないんだと思うんだけど、どうなってくんだろうね。ズフザ冷静。で、クラフトメイトを選択してエディターを開く。これのショートカットは何だろうな。まあいいか、とりあえずクリックしてこれを開く。画面のハイライトに従って最初のプログラムを作成してください。まず、最初はアイドル状態です。何もしない状態？待ってる状態？で、探して取得。クラフトメイトに指定されたタイプの最も近い要素を見つけて拾う。で、ここをクリックして、石ね。まず石を拾う。はい。で、次に、また石を拾う。で、これを結合だっけ？そうだね。結合する。で、また取得。何個持ったままになるんだろうね、これ。
拾うのが石炭だから火になるんだっけ。火花を作ってから石炭と混ぜるから火になるって感じで、結合を落とす、落とす、あーだからこれか、ここに落とすってことだ。でアイドル状態に戻るっていうのかな。で実行がここと、はい、動いてる、やってやってる。でこれで永久機関完成かと思いきや、こいつに燃料あるんですよ。結構すごい勢いで減ってる。60、もう58になった。だから途中で自分に燃料を入れるっていう仕組みを足さないとやれるのかね、それね。あ、これ頭のゲージが一時停止したんだっけ。これか、この頭のこの光ってんのが多分ゲージなんだね。なるほどね。はい、でじゃあちょっと続けてやっていきましょう。多分そのうち止まっちゃうんだけど、次粘土レンガを作りたい。粘土レンガはあれ何、土か、土、はい、土と石、土と石でこれで粘土レンガになる。はい、で焚き火、焚き火はこれに石炭、はい、で焚き火を凍ったロケットの隣に置く。ん、凍ったロケット、ここでいいの、はい、でこれに火で点火する。これは手動でやっていいのかな。そろそろ止まりそう。なんか顔がだんだん元気なくなっていくね。じゃあ火花を作って、あ、火を作って、止まっちゃった。まあこれも動かせんだけど、こうやってなんか。結構自由度高い。これ誰が動かしてんだろうね。神の見えざる手が動かしてるんだけど。で、凍ったロケット解凍、これでいいの？あ、なんか2体目出てきた。はい、で使えるのこいつ。あ、何やったの、わかんない。ちょっと、なんか進んじゃってる。進んじゃってんだけど、コマンドセンターに石を届けるだから、ここに入れればいいんだと思うんだけど、それをするんだったら、じゃあ、燃料を手動で入れるのが一番いいのかな？一旦。燃料は確か石と石炭でしょ？まあ、これを入れてやるしかないんだ。で、あ、だから火を2箇所に入れてくれるってあるかな、これ。こいつをさ、スペースで一時停止しちゃったわ。画面がバッチリ出るの。で、プログラムの落とすを2箇所がいいよね。あ、いやでもそれだと必ず、1個にしか入れないのか。2個作って、むずいなこれ。2箇所に入れるってできないのかな。なんかあんのかな？落とすを、これ、消す。消すってどうすんだ俺。これか。落とす。まあ、ちょっと待って待って。わからん。わからんの出てきた。わからんの出てきちゃったんで。落とすの次、もう一個落とすで、これで、こことここ両方に設定したら、交互にならんか、これ。交互ってあんのかな？ちょっとわかんないね。コネクタだって。まあ、いろいろ、なんか、あるんで、多分これダメです。多分ダメなんだけど。スタート。やった。ん？燃料ないのか？あ、いや、燃料あるぞ。あれ？燃料あるのに動かないのは、あ、一時停止だ。一時停止中でした。はい。ん？止まったよ？あ、落としに行ったけど、入れるものがないから止まっちゃうんだ、そこで。やっぱ全然ダメだ。全然ダメです。こいつね。こいつのこれがいらないんだ。これ消せる？これだけ。ん？待って待って。これ消すってできないんだ。前を消して、順番に消すって感じ？じゃあ一旦また。まあ、これでいいや。もう燃料ないんだけどな。いったいった。で、コマンドセンターに石を届けるだから、まあ、こっちのこのブレ、ブレーなんだ。君はブレーなんだね。君を使って、順番的にはまず、
石を取得でしょ？ね、石。どうやってんだ？ちょ、待って。鉄になってた、今。あれ？これクリックじゃないんだっけ？取得。クリック。あれ？一覧出ないね。これでいいの？これでいいんだ。なるほど。で、その後、落とす。落とすのポイントは、こうね。でいいのかな？で、アイドル状態に戻る。で、OK？ いか、動かねえ。なんで？ちょ、待って。取得、うん、合ってるよね。あ、違う、探して拾うだか、あ、そうか。探して拾うじゃないと、アイコンの指定がないんだ。でも、指定してるんだからさ、そこに行かないの？これ、取得って。探して取得の石で落とす。落とすがそこでいいんだよ、多分ね。で、アイドル状態にする。どこでいいのかな？いかんな。ちょっと待って。あ、スタート、これか。プログラム実行しない、のか。これで、ちょっと燃料作っとこう。ちょっと待って、ん？あ、あ、これがそういうプログラム、待って。そういうプログラムなんだ。落とした瞬間に、探して拾うになっちゃうから、ちょっと待って。もうこんなこと起きる？そうなんだ。だからこいつが、落とした後、多分この勝手にこのセンターが勝手に拾ってなんか出てるもんね、クレーンがね。クレーン出てんのに、クレーンがその取る、あ、取った。あ、今一時停止したからか。これはイリーガルです。これちょっと違う話です。普段だとこうなっちゃう。クレーンが取る瞬間に回収しちゃうから、これを解除するために多分指定のポイントに行けんだ。一回いきなりそんなことになるとは。なんかこれやめて、ポイントに行くがある。これで、まあ、そことかに行ってもらえば、で、アイドル状態に戻る？でいいのかな？置いて戻る。置いて行っちゃう。うん。まあ、これだな。そんなこともあるんだな。で、燃料はないみたいだ。ずっと作り続けなきゃいけない？で、コマンドセンターの指令を完了する。だから石が15個と、あ、受け取りましただ。ロボットとなんか緑色のやつがもらえるんだ。石を15個入れると。じゃあ今のところ、燃料を俺が作り続ければいい。これも自動化する、できるんだろうね、そのうち。あ、食べた。燃料を補給するっていう、プログラムをどっかに入れたいけどね。っていうのはチュートリアルの中出てくるかな。あと一個。あ、来た。画面上のハイライトに従って最初のアップグレードを手に入れる。なんだ？3体、かわいい。ミニムザかわいいが出てきた。で、これも止まっていい。火花を別の、これなんかねえのかな？交互に。なんか今右上に動いてる。あ、それか。なんだ？活動、非活動中。あー、そうか。止まってると右上に動いてないやついますよって出てくんだ。でさ、その、火花をさ、違う。ブレイはまず止まっていい。停止どれだ？停止がないな。停止？待って。停止がわからん。
これ消すしかないの？プログラム実行じゃなくて、一時停止したいんだけど、いや、あと一気に消すとかあんのかな？一気に消すボタンはないか。メイン。まあ、ちょっとわかんないんで、じゃあ、受け取りました。ん？ちょっと待って。画面上のハイライト、まあ、ここが点滅してクリックするとこれが開くんだ。アップグレードが開いた。最初のアップグレードを手に入れる。食べる。ああ、なるほど。プログラムが増えてくんだ、これで。クラフトメイトに手で持っているオブジェクトを消費させる。クラフトメイトはほぼ全てを消化できるが、実際に栄養があるのは特定の要素だけ。石炭ブロック。あとバッテリーってのもあるんだ。まあ、持ちが良くなるのかな。じゃあこれを食わせるようにすれば動き続けるようになるわけだ。取ったってことよね、これで。あ、ここが。購入。購入した。で、次また色々あるわ。カウンター。エネルギー。方向。まあ、これ、またこの緑色のポイント取ったらまた見ます。じゃあ、どうするといいんだろう。まず自分でエネルギー一回食ってから、すべての活動をさせるようにする。じゃあ、こいつは、探してしとく。石、探してしとく。石炭、で、これを結合。食べる。で、次、火花を作るから、石を、これいくつ組み合わせられるんだろうね。探して取得の石、探して取得石、これを結合で火になる。で、次石炭を見つける。石炭を見つけるはこれで、石炭はこれね。火花と石炭を結合する。で、これをそこに入れる。あ、この石が邪魔だね、今ね。そこに落とすのがこう。いや、君止まって、ちょっと君余計なことしないで。それ一括で消したいんだけど、なんかボタンあんのかな。これがプログラムのリセットを押せばいいのか。投げ捨てたね。で、今のこいつだっけ、消えたりしてないだろうな。これだよね、こいつだよね。で、落とすがそこで、また、どっかに移動してもらわないといけないんだよね。そうしないと多分また回収しちゃう。あ、違うか。この場合、落とした後アイドル状態にすれば次に拾うのは石だからいいのか。今回に関しては。火花を落とした段階で、石を探しに行くから。まあ、これでじゃあ、実行。どうぞ。石拾う。あ、まず食ってからね。まず食ってから、石拾う、火花にする。で、石炭とくっつける。あ、間違えた。あ、違う。火花でいいんだ、これ。火にしちゃったよ。これ間違いだわ。これちょっと一回火つけるわ。だから、どれがいらないんだ？これがいらないんだ。火花にした後、落とす、そこ、ちょ、消えるな。こいつか。落とす、そこのアイドル状態にする。スタート、これだ。まず食べる。で、ガッチャンコ。ん？ガッチャンコは？どこ止まってる？待って。なんか違う。わかんない。よし、リセット。ちょ、待って。ん？消えないな、これ。あ、これか。最初から行くよ。まず、燃料を食って、これ、ちょっとね、半分、まあ、いいか。まず、燃料を食ってほしいので、まず石ね。
で次石炭で、これを結合して食べる。で次また石を探しに行く。火花でいいんだよね。火花でいいからもう一個石、もう一個石で、これを結合で、これを落とす。そこでアイドル状態にする。いいんだよ、これでいいんだね。事故で石炭食べる、石作る、石作る、火花で置く、 OK で、また食べる、石と石炭食べる、で石と石で火花、まあ、これ俺手動でやってもいいんだろうね。その意味違うくなっちゃうんだけど、そうするとこれで一応目回収はされるんだけど、まあこれでやっちゃダメだよね。ロボットにやらせないと意味がない。4個目、あと1個。ロボットつかクラフトメイトね。これが5個目、石と石で火花。さあレベルが上がる。4体になる。怪盗なんだ、鋼鉄だって。何をするのだ、ん、怪盗、そこまで行けって、それを取りに行けってことか。あ、火が消えると結構ね、雪降ってきてね。いや一回止まってよ。だから飯食うところまではさ、基本的に常にやった。でもあれか、いつかなくなっちゃうのか、これ。これとか5個しかない。このちっちゃいのは石が5個しか入ってなくて、でかいのは交渉になってるんだね。3000、3000。なんだこれ、絵の具、絵の具だって。まあいろいろと解凍して進んでいくとやれるようになるわけだ。だからここに行くためには焚き火を作んないといけない。待って待って、さっきあれもらったんだっけ、ポイントもらった、カウント、カウントエネルギー、あ、自分の燃料が少ない時に食べに行くっていうプログラムが食えるんだ、やれるようになるんだ。充電レベルが低いとカブのすること、面白い方向。さっきもらった俺、あれ。ちょっと待っていい、止まっていい。止めるとさ、素材投げ捨てんのね。まあ、それはいいんだけど。で、火ついたんだけど、この辺にもう一回焚き火置かないと。で、ちょっと待って、さっきポイント、これ、ここ行っちゃうのって、使えるのか？カウンターが、比較カウンター。タイル内のオブジェクトの数が指定した数より多い、少ない場合。なんだろう、エネルギー比較。リピート。順番に取っていく？取った。カウンターっていうのがやれるようになった？ちょっとわかんねえけど。カウントと比較、エネルギーを比較。まあ、そのうち使うことになるんでしょうね。まずその、じゃあ、鋼鉄を取り行こう。そこに行きたいので、なんだっけ、焚き火のね、レシピがね、わかんないんだけど、これかな、レンガだっけ、違うな、焚き火はレンガと石炭、レンガは土と石で、これと石炭で焚き火、そこで、そのあ、どうしよう、まあ、ちょっと今いいか、シンプルに火花作って、じゃあ火を作って入れに行こう。あ、そのプログラム残ってんの、こいつか、こいつか、こいつが落とすをそこにすりゃいいんだ。これでいける？エネルギーないのか。とりあえずここに入れに行くようになる。
で、鋼鉄が取れるようになって、板だけどね、これ。はい、鉄鋼を取った。これをどうするんだ？ん？作成になった。あ、これと火混ぜるんだ。なるほど。ロッドはないけど、火をずっと入れてほしいんだけど、待ってね、これ途中で入れらんねえかな。自動化してみる。常にこれ火を入れて入れといてもらわないとダメっぽいんで、リセット、あ、リセット最初からやりますよってことか。じゃあまず、なんだっけ。あ、さっきのあれ取れなかったな、やっぱり、エネルギー。こっちの方が、やれたね。やりたいことが。ちょっと今やれなかったんで、あ、結構近づくな。じゃあ、燃料は手動でやるわ。じゃあ、毎回飯を食うことになるんだけど、まず、石を探す。これなんかテンプレとして、保存しておきたいね、ある程度。で、石炭。で、これを結合。で、これを食べる。で、そしたら、ここに火を入れてほしいので、火花。石と石。石と石。で、これを、結合を探して石炭。結合を落とす底。どうしたっけ？これだっけ？落とす底のアイドル。はい。よろしく。スタート。で、他のやつは火を作って。なんか鉄を作るやつと、あ、ここも入れないとあれなんだ。やっぱ2箇所に行ってほしいな。なんかない、2箇所に行くって。2箇所カウント。カウント少ない場合、同じ場合、オブジェクトの量、これじゃねえな。リピート、アクションを繰り返す、コネクト、ワッツ、お、なんかでき、こ、うん、くっつくんだこれ。なんかくっつくけど、どういうことできるようになるんだろう。え、待って待って。あ、分岐、結合した後、エネルギーを比較。食べる、結合。取得、ポイントに行く。いやー、今のところ複数の場所に行くってのが分からんわ。カウントと比較、これなんかありそうなんだけどね。あ、ここ押すと外せるんだ。なるほど。あー、面白い。自由度高い。比較用カウント、わかんないなぁ。これで分岐できればいいんだけど。探して落とすってダメなのかな。空の焚き火を探して落とすが良かったんだけど。選択したタイルだけだもんね。今んところできないな。なんかあるのかもしんないけど。現状ダメだね。
ゴミ箱アイコンがある。サクッと消す場合にはどうすればいいんだろう。とりあえずこの枠を選択するのと、この矢印のところを選択するので、動作が変わることがやっとわかったわ。なんだっけ、まあ、火を入れ続けてほしいんで、まあ、もう一気使ってこっちに火入れ続けるか、じゃあ。しょうがない。じゃあ、太っちょ使って、ここに火を入れ続けよう。太っちょ。だ基本的には、だからこいつを、コピーでいいんだよね。あれ、なんかやめたな。落とすか、落とすがなくなってる。落とすが、そこ。で、アイドル状態。で、こいつをコピー。ん？コピー？で、ペーストでいい？あ、ちょ、待って。コピー元とコピー先がわかんない。コピー。ペースト？ペーストは？ペーストどうすんだ？待って。どれだ？コピー。これをまるっとコピーしたいんだが。コード中、まだわかんねえな。よし、じゃあ。一個一個。慣れるために。まず、飯を作る。石。探して、石炭。これを結合。食べる。で、次、火をここに入れてほしいので、火はまず火打ち石。石と、石で結合。で、石炭と混ぜると、火花に。違う。あ、いいのか。待って、焚き火に入れるのは火花じゃなくて火を入れるんだよね。だから石炭に着火する。で、これを落とす。それがここ。で、アイドル状態。OK。よろしく。冷静がここに入れる。で、こっちの太っちょがここに入れる。左側の焚き火2箇所に、今んとこ一応エンドレスなはず。でもなんかあれだね、燃料一回食うだけだと足りなくなったりするのかもね、途中でね。増えていく一方だったらいいけどね。で、これなんだこれ。鋼鉄。鉄鋼を使って多分この延べ棒を作んないといけない。延べ棒はこれと火を混ぜるんだけど、どうしよう。火を作ってからでいいのか？あ、止まってる。なんで？太っちょ止まった。太っちょ止まった理由は、結合してないからだ。結合、これを、コードをリセット。投げ捨てた。これでいかん？で、なんだっけ、こいつが火花を作って、違う、火を作って、これと混ぜりゃいいんでしょ？で、これはここ取りに行けるから一人でやれるのか。違う。かわいいわ。かわいいやつは一回消します。で、まず鉄を拾いに行く。違う。先に火を作っておかないと多分ね、おそらくなんだけど、右手と左手に一個ずつしかアイテムは持てないと思うんだよね、おそらく。だからまず火を作ってからだよね、やるべきは。火を作ってからなんで、火は火花。まず飯食った方がいいのか。うわ、長っ。待って。まず飯。石を見つける。石炭を見つける。結合を食べる。で、その後火を作る。火花を作る。石と石を結合すると火花になる。オンエラーってのがあるの？オンエラーって何なんだ？エラーになった場合どこに戻るかみたいな感じ？これ。あ、そういう感じができるのか。なるほどね。
いやー、面白いな。で、火花できるでしょ？で、まず火を作りたいから、これで石炭を見つける。あ、ここもサイズ変わるんだ。あ、なるほど。面白いね。いいね、いいね、いいね。全然いいね。火花と石炭を混ぜて結合すると火になる。で、これを持った状態で石炭を、鉄鋼を見つけたい。鉄鋼がこれ。で、これを結合すると、この延べ棒になるから、インゴットになるから、それを落とすのが、ここ。で、アイドル状態でいいのかな？スタート。かわいいだよね、やってんの。かわいいはまず、飯食います。みんな飯食ってるわ。かわいい。かわいい。見た目が同じはわかんない。かわいいこいつ。かわいいは火を作った。で、それと混ぜて、できた。鉄鋼。鉄鋼を置いた。で、また飯を作る。かわいいね。かわいい。飯作った。食べた。で、次また火を作る。石と石で火花にして火にする。かわいい。本当に分かんなくなる。で、作る。できた。で、届けると。なるほど。じゃあ、君もやろうか。2だからいいか。あと3つ。これなんだろうね。なんか箱に入ったものがまたもらえる。ポイントと箱に入ったもの。まあ、こんな感じなんだね。まあ、今のところこうチュートリアルマップなのかな。この広さが実際どのくらい広いのか。あ、石炭めっちゃあるわ。でも火を絶やすと雪で埋まるからさ、本当にずっと火をなんかつけ続けるロボットも必要ってことだよね。